ウィリアム・ディクソン・ボイスは、アメリカ合衆国の新聞社主、企業家、雑誌出版社、及び探検家である。アメリカボーイ・スカウトと短名だったが、アメリカローン・スカウトの設立者である。ペンシルベニア州のアレゲーニー郡で生まれ、若い時からアウトドア活動を愛するようになった。学校の教師や、鉱山の甲府として働いた後で、オハイオ州のウースターアカデミーに入学し、 その後アメリカ合衆国中西部やカナダに移動した。目先が聞く実業家としてのボイスはマニトバ州ウィニペグでのザコマーシャルやノースダコタ州リスボンでのリスボンクリッパーなどいくつかの新聞を設立して成功した。最初のつまみアリージェーンビーコムとともにシカゴに移転して起業家としての野望を追求した。そこでは新聞発行相互会社や週刊の サタデーブレードを設立し、田園部の購読者を創出して数多い、新聞少年によって配達された。新聞少年を雇うという新規差で新聞の売り上げが急上昇し、ボイスの名前を冠する出版社は1894年までに週50万部を発行するようになった。その事業では、労働組合を支持し、新聞少年の生活福祉を維持することで、 表されたように、ボイスは、強力に労働者の権利を支持した。20世紀の初めまでに、ボイスは奥万長者となっており、その事業からは一歩みを引いて、市民生活における興味を追求するようになり、旅行をしたり遠征隊に参加することに、多くの時間を費やすようになった。1909年、写真家のジョージ・アール・ローレンスや、漫画家のジョン・ティー・マカッチャンとともに、 ヨーロッパへの2ヶ月の旅行とアフリカへのお写真、遠征に出発した。その後の20年間、ボイスは南アメリカ、ヨーロッパ、北アフリカへの遠征を引き、新しく発見されたツタンカーメン王の墓も訪れた。ボイスは1909年に最初のアフリカへの遠征の時に、ロンドンを通過してスカウト運動のことを知った。 幾分作り話のような伝説によれば、ロンドンの深い霧の中で道に迷ったが、一人の少年の案内で目的地にたどり着いた。その少年はボーイスカウトとしての義務を果たしているだけだと、ボイスに伝えた。ボイスはその後スカウト運動についての印刷物を読み、アメリカ合衆国に戻ってからアメリカボーイスカウトを設立した。この時からボイスは少年を 大人にするために自立、市民としての意識、問題解決力、愛国心、従順さ、快活さ、勇気、及び礼儀を教えるスカウト運動に注力した。スカウトの最高責任者ジェームズ・イ・ウェストと、スカウト運動について意見が対立した後は、アメリカボーイスカウトを離れて1915年1月に、アメリカローンスカウトを設立した。これは舞台を作って、 パトロールをしたりする機会の限られた、電園部の少年たちに機会を提供するものだった。1924年6月、アメリカボーイスカウトともがき苦しんでいた、アメリカローンスカウトの統合が完成した。ボイスは、そのアメリカボーイスカウト運動における功績で、シルバーバッファロー賞を、はじめ多くの賞を受賞し、記念碑も立てられた。 1912年頃のウィリアム・ボイス・ボイスは1858年6月16日に、ペンシルベニア州ニューテキサス、現在のプラム・バーローで、長老派教会員であるデイビッドとマーガレット・ジェーン、ブラッドンのボイス夫妻の子供として生まれた。ボイス家には、ウィリアム・ディクソン、メアリー、及び、ジョンの3人の子供がいた。 ボイスはその田園での少年時代にアウトドア運動への愛着を得た。16歳の時に学校の教師をはじめ、その後短期間鉱山の甲府として働いた。また教師に戻り、その後ハイオ州のウースターアカデミーに妹と共に入った。学校の記録によれば1880年から1881年まで通ったことになっているボイスが卒業したのか対抗に。 なったのかは不明である。その後は、中西部とカナダで教師、木こり、秘書及びセールスマンを経験してからシカゴに入り、そこですぐに説得力があり名便なセールスマンとして知られるようになり、急速に事業のやり方を学んだ。ボイスの事業、旅行及び遠征に関する著書には、しばしば、我々は突き進んだという文が使われている。 1884年1月1日、ボイスはペンシルベニア州での子供時代から知っていたメアリー・ジェーン・ビーリコムと結婚した。ボイスは彼女のことをベッツィと呼んだが、ポーカーではボイスに匹敵する腕があり、射撃がうまく、蔵にまたがって馬を乗りこなしたので、多くの者にとって彼女のニックネームはガラガラヘビのジェーンだった。 この夫妻には一人の息子、ベンジャミン・スティーブンスと二人の娘ハッピー・トシドニーが生まれた。ボイスの個人的な活動としては、狩猟、ヨット乗り、友愛会、フリーメーソン、シュライナー、ゴルフ、カントリークラブ、およびシカゴ・フザールなどがあった。1903年、ボイスは、イリノイ州オタワに38エーカーの土地と4階建ての邸宅を購入し、 そこが家族と社交の中心になった。その後ボイスはシカゴとその社交界にほとんど興味を示さなかった。ボイスは事業のためだけにそこへ行った。ボイスとメアリーの関係は次第に別々の生活をするようになり、最終的には離婚になったが、その時までにボイスが名声を得ていたので、シカゴトリビューンの一面で報じられた。 この離婚は1908年9月に、サウスダコタ州キャンベル郡の裁判所で確定した。メアリーの財産取り分は100万ドルに近くなった。離婚が確定した後で、ボイスは、イリノイ州、オークパーク出身の歌手バージニアドーカス・リーと、交際した。バージニアは23歳年下であり、ミズーリスモと副知事ジョン・アダムズ・リーとバージニアの夫妻の、長子だった。 妻のバージニアの両親とボイスの息子のベンは、その関係に反対した。1910年5月、結婚の計画が発表された後で、怒り狂ったベンが、ブラックストーンホテルの外で、ボイスと乱闘になり、ボイスは顔に怪我をした。ベンは、風紀敏乱行為で逮捕され、裁判費用の5ドルを課された。2日後、ボイスとバージニアは結婚し、長期ハネムーンで、 ヨーロッパに行った。この直後に家族の中や新聞でこの結婚に対する疑いが生じた。1911年4月9日、ボイスとバージニアの間には娘が生まれ、バージニアと名付けた。数ヶ月後の1911年12月、ボイスは幼い娘を支援し教育する同意書に署名した。1912年3月に妻のバージニアが 離婚訴訟を起こした後、彼女は、娘と両親と共に、カリフォルニア州サンタバーバラに移動した。ボイスは、離婚について争わず、20万ドルの医者料を払った。1年後、バージニアは、ニューヨークの銀行家、リチャード・ロバーツと結婚して、ボイスの娘と共に、コネチカット州グリニッジに移動した。娘のバージニアには性をロバーツに変えさせた。 娘は8歳になるまで生みの親のボイスに合わなかった。息子のベンは1912年6月11日に、ネブラスカ州オマハ出身のミリアム・パターソンと結婚した。ボイスとその最初の妻が結婚式に出席した。この時メアリーは、シカゴにある彼女の資産とオタワにある家屋を交換しており、これが彼女と、 ボイスが和解するかもしれないという思惑の火付け役となった。翌年の1913年6月14日に二人はオタワで再婚した。二人は娘のハッピー、息子のベンとその妻のミリアムと共にアラスカ、ハワイ、フィリピン、パナマ及びキューバを回るハネムーンに出発した。ボイスは旅をしながら行ったところはどこでも 新聞を発刊することが多かった。商業出版の世界に初めて入った時の仕事は、電話帳を編集することだった。オハイオ州、コロンバスで短期間出版社に勤め、ペンシルベニア州県ジントンでは、新聞社に勤めた。その後列車でシカゴに行き、雑誌、ウェスタンの秘書を呼び、セールスマンとして働いた。ボイスは、休むことなく、 ミネソタ州セントポールに移転して短期間出版社のために広告を販売しノースダコタ州ファーゴとグランドフォークスで1ヶ月を過ごした。マニトバ州ウィニペグではボイスと地元のジェームズ・ w ペグではボイスと地元のジェームズ・ィスーンが共同で1881年にザ・コマーシャルを創刊した。この新聞はそれから70年間も続いた。1882年に共同経営者に ザコマーシャルの株を売却し、ファーゴに戻って記者になった。1882年12月、ボイスは、ノースダコタ州リスボンに移動して、そこの、ダコタクリッパーを買収した。1884年12月からボイスは、ルイジアナ州ニューオーリンズで6ヶ月間開催された、世界産業と、面許100周年展示会で、通信局の記者と、 新聞発表を管理した。世界中の国から展示物を送ってきた。ボイスは全国の1200以上の新聞に行事と展示物に関するニュース記事を提供する責任があった。この展示会が終わった後で、ノースダコタ州に戻ったが、1886年早くにはシカゴに戻った。ボイスは出版事業の仕事と、 鹿やカモ漁の休暇を過ごすためにしばしばノースダコタに行った。ニューヨーク州ユーティカの新聞少年シカゴでは、1886年に新聞出版総合会社を設立し、200以上の新聞に広告と記事を提供した。1887年、田園地帯の高読者を対象にした、差し入り新聞である週刊のサタデーブレードを発刊し、 数多い新聞少年に売らせたが、当時これは画期的なことだった。1892年までにサタデーブレードはアメリカ合衆国の週刊新聞としては最大の購読数を誇るようになった。ボイスが書いた外国旅行の詳細な報告はサタデーブレードに掲載されランドマークナリーによって本になった。 サタデーブレードの成功は WD ボイス出版社を生むことになり、ボイスはそれで、いくつかの新聞や雑誌を買収あるいは、創刊することになった。1892年、週刊小説誌のシカゴレジャーを買収した。1903年1月、国際的なボイシーズ・ウィークリーを創刊し、労働者の権利を主張した。労働者を支持する者としてのボイスの著名さが、 ジョン・ミッチェルやヘンリー・ディマレストロイドのような労働界の指導者を引きつけ、ボイシーズ・ウィークリーの記者や編集者になった。8ヶ月後、ボイシーズ・ウィークリーはサタデー・ブレードに統合された。ボイスはまた1914年にファームビジネス、1922年にホームフォークスマガジンを創刊した。サタデー・ブレードと シカゴレッジャーの売り上げが落ちてきた時には1925年に統合して月間のシカゴブレードレッジャー都市これは1837年まで出版されたボイスの事業が成長するにつれてその成功の鍵となった約3万人の新聞配達少年の福祉について面倒を見るよう主張した少年たちと共に働くことで アメリカの青年の理解を受けやすくした。ボイスは新聞を配り販売することは、礼儀正しくすること、人間の性格を読むこと、お金を扱うことのような重要な責任感を若者に教えたと感じた。ボイスが若者に与えた忠告は、打ち勝つためには、多くの障害があるが、労働、根性及び忍耐がそれらすべてに打ち勝たせてくれる。自分で何とかすれば、 他人もあなたたちを助けてくれるとし、どのような職業をあなたたちが選んだとしても、それが完成されるまで片時もその目的から逸脱してはならないといったことに、ボイスの集中した決意が現れていた。ボイスビルの玄関、シカゴのノースディアボーン500から510,891年、ボイスは、シカゴのノースディアボーン30番にあった自分の12階建て事務所ビルで、 働き始めた。このビルは、ボイスビルと呼ばれ、ヘンリー・アイブスコブが設計していた。その20年後であっても、このビルは、シカゴで最も高価なビルと認められていた。1907年、ボイスはその事業操作をやはり、ボイスビルと呼ばれる、ノースディアボーン500から510の別のビルに、統合した。新しい4階建てのビルは、 ダニエル・バーナムの建築会社によって設計され、1912年にこの場所に建設され、1913年から1914年には、さらに6階分建て増しされた。このビルは1996年2月29日に、国指定歴史史跡に登録された。女性が仕事を見つけるのが難しかったとき、労働者がしばしば抑圧されたとき、ボイスは、 彼らの権利が重要だと考えた。ボイスの事業では多くの女性を雇っており、ボイスは労働組合を支持した。その新聞ではしばしば労働の尊さに関する記事を掲載した。1893年の強行で多くの事業が労働者を解雇し賃金をカットした時に、ボイスの事業では賃金を払い利益を上げることができた。 1894年にプルマンパレス列車会社のストライキが起こった時、それは半分以上の週の20の会社に広がったが、ボイスは社会主義者でアメリカ鉄道組合の指導者かつ偉大な労働指導者の友人イ・デイブスと信頼者の発明者ですべてのトラブルを起こした男であるジョージ・プルマンを呼びつけた。1901年。 イリノイ州マーセルズにあったボイス製紙会社が焼けた時、ボイスは従業員に直ちに給与を払って建設作業員として雇い、製紙工場を再建したので、従業員が収入を失うことはなかった。またボイスは自分の金を守るものでもあった。1894年遅く、従業員のうちの二人が倒れてきた煙突で負傷し、裁判所判断で、 各人2000ドルの保証を得たとき、ボイスは、イリノイ州最高裁判所まで控訴を続け、結局は負けた。また望むものを得ることには執着した。1902年、自分の工場に十分な動力を供給しないと言って、マーセールズ土地、動力会社を告訴し、65,300ドルの判決で勝訴した。1903年、マーセールズ土地、動力会社が、 債務超過に陥った時に、ボイスがその会社を買収した。ボイスは、息子のベンが20歳になった時に雇い、マーセルズ・トーターの周辺での水と動力の事業で、高い地位を与えた。しかし、ボイスが息子に高い期待を抱いていたことと、ベンが、競馬にかけるなど金銭面で頓着しなかったことのために、二人の関係はしばしば歪みを呼んだ。 1906年の6月から8月にかけて政府は新聞を含む第2種郵便の料金を1ポンドあたり1セントから4セントにするなど4倍にすることを提案した。ボイスはこれに反応してアメリカ合衆国郵便公社を3億ドルで買収することを提案し自分ならば郵便の運営に事業モデルを適用することで 慢性的な欠陥を排除し、田園部の郵便配達を確立し、アメリカ合衆国財務省に郵便関連の建物の賃料を払い、7%以上の利益を出すことで郵便の両立を半分に減らせると主張した。この提案は政府に拒否されたが、第二種郵便の両立を上げるという計画は中止された。ボイスは1900年代初期には億万長者になり、 1909年までに市民的な事故で財政的には駅にならないものに興味を持つようになった。また狩猟遠征に加わるなどしばしば旅行を始めた。若い時に狩猟をしたことのあるサウスダコタ州、ポートシストンで狩猟養産小屋を借りた。しばしば友人や親戚を招待し、特に息子には狩猟、釣り、食事、 ポーカー及びたっぷりの酒といった活動に招いた。これらの変化は、1908年早くに、オタワの邸宅が火事で焼け落ちたことによることもあったかも、しれないが、その邸宅はすぐに再建された。その3ヶ月後には、鉄道が、荷主と交渉することを禁じる新しい法律ができた、ために、マーセルズの製紙会社を売却した。さらに1908年9月には、 ボイスとその妻、メアリー・ジェーンが離婚したことを発表した。1914年、ボイスはさらに、インディアナポリス産紙と、インターオーシャン・ファーマー紙の2種を買収し、それぞれ、インディアナポリス・デリー・タイムズと、ザ・ファーミング・ビジネスと改名した。1920年までに、アメリカ人の過半数が田園ではなく、都市に住むようになっていた。ローンスカウト、 サタデーブレード、シカゴレッジャーはすべて田園地帯の高読者に焦点を合わせていたので低迷し始めた。ボイスは読者を取り戻すために、ホームフォークスマガジンを発刊した。1925年6月までに売り上げが悪化したので、サタデーブレードとシカゴレッジャーを統合して、ブレードレッジャーとし、再度売り上げが上がった。このことで、映画スターのロマンスに関する、 初の写真入り雑誌であるムービーロマンスを発刊することにつながった。ボイスが出版事業で成功したことで事業管理や部下に詳細を任せる組織化能力がついた。最終的な財産は2000万ドルにも上った。ボイスの人生は多くの点でセオドアル・ーズベルトに似ていた。二人とも進歩主義の時代の産物であり、国際的に著名となり、 子供に関心があり、ボーイスカウトを支援し、冒険者でアウトドア派であり、市民生活の改革に興味があった。ボイスはルーズベルトを称賛し、超えたいと思ったが、政界への進出は1896年に、会議員の候補指名を求めて、共和党及び選挙に出た時だけであり、この時苦しい選挙戦の末に一気勤めた現職のジョージ・イーフォスに敗れた。 ボイスが1891年からメンバーになっていたシカゴのユニオンリーグクラブでルーズベルトに会った可能性が強い。ボイスの政府に対するどっちつかずの姿勢は進歩主義の時代の大衆に共通のものだった。しかし、ボイスの共和党に対する信頼や献金によって1909年3月のウィリアム・タフトの大統領就任式と舞踏会に招待されることになった。 ボイスは1896年に探検家、フレデリック・シュワトカがアラスカに遠征するときに資金を出した。シュワトカは、ノームの近くで金を発見し、ボイスがその新聞で、その成功を報じたことで、ボイスは、シュワトカの他の遠征や、別の冒険家の遠征の出資者になった。その中には1898年の失敗した、ユーコン川遠征もあった。 ボイスは、間もなく自分で遠征を行うようになった。1898年に、アメリカ合衆国が、米西戦争に突入した時、スリーフレンズ号で、キューバ海域まで行った。ボイスとこの船の行動の本質は不明である。1909年3月、ボイスは、ヨーロッパへの2ヶ月の旅に出た。これには、 ローマに住んでいる娘への訪問も含まれていた。アメリカに戻るときに、革新的航空写真家ジョージ・アール・ローレンスと共に、アフリカへの遠征をまとめた。ボイスは探検隊のまとめ屋や、装備屋と会い、ロンドンとナポリで遠征の準備をした。息子のベンジャミンとローレンスの息子のレーモンドも、遠征に加わった。漫画家のジョン・ティー・マカッチャンがナポリからアフリカに行くときに、 遠征に加わった。この集団は、ケニアのモンバサで船を降り、9月までナイロビに行った。地元のポーターやガイドを雇った後は遠征隊の、総員が約400人にもなり、その4分の3は重木だった。遠征隊が探検に行こうとしているキジャビア、ビクトリア湖の近くの地域に、これらの人や装備を運ぶには15両の荷車が必要だった。この遠征は、 望遠レンズが持ち込みも購入もできず、熱気球は東アフリカの平原の状態には適しておらず、またカメラが大きくて騒音が出たために動物がいる場所の近くに据えられなかったので失敗だった。遠征隊のメンバーはナイロビなどの都市の店から大型動物の写真を購入して慰めるしかなかった。この遠征隊はなんとか大型動物を収集し止めることには成功した。 1910年12月、ボイスは9ヶ月間、5万マイルの南アメリカ遠征を、引き、自分の新聞で大きく取り扱わせた。1915年1月下旬、ボイスは、第一次世界大戦に興味があったので、イギリスに旅した。スイスのアメリカ公使館から許可を得て、ドイツとオーストリアに6週間入り、これらの国の産業や商業に戦争が与えた。 影響を報道した。その新聞に、広範な記事を送り、4月から5月にかけて帰国した。1922年遅く、ボイスはまたアフリカに、この時は6ヶ月間の遠征に出発した。モロッコでは両ダコタやカンザス州、テキサス州、フロリダ州を呼び、アリゾナ州を思い出させた。エジプトでは、数ヶ月前に発見されたばかりのツタンカーメンの墓を、 訪れた。遠征隊は、ルクソールに行って、船でナイル川を遡り、江戸府まで行ったが、そこでは家に屋根もなく、そこにいる間に、その数十年間では初めて雨やあられにあった。ボイスは、その2回のアフリカ遠征の間に、少なくとも、あらゆる動物の一頭は射殺したと述べていた。ボイスの慈善活動に関する興味が大きくなるにつれて、 その対象として子供時代に古外で過ごした経験に向くようになったがアフリカへの失敗した撮影遠征となったもの,のために途中でロンドンに運命的立ち寄りをするまで事前の概念と夢を結びつける方法を見つけていなかったこの遠征の行き帰りでロンドンで起こった出来事が田園生活から遠ざかっていた市民の喪失感を埋めるために 進歩主義の時代に形成された多くの市民と職業的組織の一つであるアメリカボーイスカウトを設立することにつながっていった。ウッドクラフト・インディアンズやダニエル・ブーンの息子たちのような多くの青年組織が1900年代初期に古外の人格形成活動に焦点を当てて形成されていた。セオドアル・スベルトの書き物や冒険がこれらの運動に古外と自然と パイオーニアというテーマで貢献した。ボイスが1922年にアフリカ遠征を行った時までに、スカウト運動では大いに認められており、アルジェリアのフランスボースカウトはボイスを歓迎して、ボイスがアメリカボーイスカウトやアメリカローンスカウトの設立者であることが分かった時、道中の案内を申し出た。伝説によれば、ボイスが1九百九年に、 霧の中で道に迷った時、名も知らぬ、ボーイスカウトが助けに現れて、目的地まで案内してくれた。この少年はボイスが差し出したチップを断り、単に、ボーイスカウトとしての義務を果たしているだけだと説明した。ボイスは、当時のボーイスカウト協会の長であったロバート、ベーデン・パウエルと会見した。ボイスはアメリカに帰って、4ヶ月後の1910年2月8日に、 アメリカボーイスカウトを設立した。ボイスはアメリカインディアンの伝承に訓練計画を基づかせようと考えた。この伝説はアメリカボーイスカウトのハンドブックや雑誌に何度も掲載された。この伝説には他の変化型もあり、ボイスは少年に会う前にボーイスカウトのことを知っており、無名ボーイスカウトはスカウトの本部にボイスを連れて行ったという話もある。 実際に、ボイスは、イギリス領東、アフリカを探検に行く、途中で、ロンドンに立ち寄った。見知らぬ、ボーイスカウトがボイスを助け、チップを断ったのは事実である。しかし、このボーイスカウトはボイスが通りを横切って、ホテルに行くのを助けただけであり、ボイスを、ボーイスカウト本部に連れて行かなかったし、ボイスは、ベーデン・パウェルと会見したわけでもなかった。 ボイスの要請に応じて見知らぬボーイスカウトは本部の住所を教えボイスがそこに行って少年のためのスカウト運動などスカウト運動に関する資料を持って帰ったボイスは探検の間にこれらの資料を読み大変感銘を受けたのでサンフランシスコを経由して世界周遊する代わりにロンドンのボーイスカウト本部に行ったボイスはアメリカで スカウト運動を組織化することを提案し、本部の資料を使う許可を得た。ボイスの最初の証言では、霧のことに触れていないが、1928年の証言では、霧が出ていたと言っている。気象学者によれば、その日ロンドンには、霧がなかった。アメリカボーイスカウトの制服、1917年から1918年。 アメリカボーイスカウトは1910年2月8日に設立されたが、当初は資金と指導者不足に苦しんだ。ボイスは自ら毎月1000ドルを寄付して、あらゆる人種と民族の少年たちが参加できるような条件で組織を運営できるようにした。ボイスは白人市場主義を表明していたので、これは奇妙なことだった。ボイスは組織を指揮することには興味がなく、 組織の運営は YMCA のエドガー・ M ・ロビンソンに任せ、ロビンソンがアメリカボーイ・スカウトの高級的理事会メンバーを集めた。ダニエル・ブーンの息子たちとウッドクラフト・インディアンズがアメリカボーイ・スカウトと統合された時に大いに必要とされていた指導力と管理力が備わった。ボイスはアウトドア活動に重点を置くスカウト運動が アメリカの必要とするタイプの指導者を生むために重要だと感じた。というのも、都市で育った青年は自力でやることがあまりに多く、田舎の出身の青年は独力でやることを学ばねばならなかったからであった。スカウト運動は少年を大人にするために自立、市民としての意識、問題解決力、愛国心、従順さ、快活さ、 勇気及び礼儀を教えることに重点を置いた。ボイスビルにあるボイスとアメリカローンスカウト設立を称える名番ボイスはアメリカボーイスカウトの執行役員であるジェームズ・イ、e、ーウェストと街から遠いためにボーイスカウト隊に加われない少年たちのためのプログラムのことで衝突した。ボイスはアメリカボーイスカウトのための雑誌をシカゴで出版するという条件で提案した。 アメリカボーイスカウト全国執行委員会がその提案を却下し、そのすぐ後でボイスはアメリカボーイスカウトの管理活動に参加することを止めた。ただし、活動プログラムの断固たる支持者のままではあった。その結果、また、ボイス自身が子供時代にそうであったように限られた機会しかない、少年たちのために尽くしたいという願望によって、ボイスは、 新しいスカウトに関わる事業であるアメリカローンスカウトを1915年1月9日に設立した。アメリカローンスカウトはアメリカインディアンにその主題を頼っていたので、はっきりとインディアン的な色彩があった。ローンスカウトはトライブと呼ばれる小さな集団を形成することができ、トライブの宝はワンパムベアラーと呼ばれ、少年たちには環境をあがめるよう教えた。 ボイスのローンスカウトに対する寄付額は毎年10万ドルにもなった。アメリカボーイスカウトとアメリカローンスカウトの両方でボイスは管理者だったが、ボーイスカウトと直接接触することはほとんどなかった。第一次世界大戦の報道から戻った時にすぐさま雑誌、ローンスカウトを発刊し、シカゴの著名なボーイスカウト隊長。 フランク・アラン・モーガンを雇って、アメリカローンスカウトを指導させることで、その拡張を始めた。1915年11月までに、アメリカローンスカウトの会員は3万人以上になった。ウォーレンはボイスに、チーフトーテムの称号を送った。青年たちはいくらかのクーポン券と5000を郵送するだけで、アメリカローンスカウトの会員になれた。 1916年までにアメリカボイス,スカウトとアメリカローンスカウトは直接会員を取り合うようになった。1917年夏、ボイスが例年通りダコタで狩猟をしている時に、グロバント族インディアンが3日間の儀式の間に、ボイスにビッグクラウドの名前で名誉集長の位を与えた。アメリカは戦争中だったので、 ボイスは1917年遅くにローンスカウトの制服を定めることに合意した。ボイスは自分のための制服を持っていたがローンスカウトの誰もそれを購入することを強制されることはなかった。ボイスはローンスカウトがこれまで作った中でも最良の雑誌だと感じた。ローンスカウトは 大変人気があったので、送られてくるすべての原稿を取り扱うことができ、田舎や地域のトライブペーパーズが始められた。1922年までに、ボイスの新聞事業は加工線となり、ローンスカウトは赤字だったので、週刊から月刊に変更した。1920年代に、シカゴで人種的な緊張関係が高まった時に、ボイスの人種的偏見が露呈した。 アメリカローンスカウトは1920年後半に白人のみを受け入れると宣言し、1922年にはローンスカウトの大事を真の少年の雑誌から白人少年の雑誌に変更した。アメリカローンスカウトの運命は、ボイスがローンスカウトのために初めてプロの編集者、ジョージ・エヌ・マディソンを雇った1920年までに減退し始めていた。 マディソンはアメリカローンスカウトの会員名簿がかなり間違っていることを見つけた。かなりの数が重複していたり非活動会員が含まれていたりしていた。1922年に報告された会員数49万人は相当に膨らまされた数字だった。ボイスは1924年にウエストから毎年のように提案があっていた。 アメリカボーイスカウトとの統合を受け入れ、6月16日に統合が実現した。ローンスカウトの中には、ボーイスカウトに移らなかった者も,もいたが、アメリカボーイスカウトは、その後10年間もローンスカウトを別の支部として扱い続け、その間に特徴あるプログラムが失われていった。今日のローンスカウトは、標準的な株スカウトとボーイスカウトのプログラムや、活動を使っているが、 距離、気象、身体障害など他の困難さといった要因ために正規の戦隊や部隊の一部とはなっていない。1922年頃のボイス・ボイスの墓息子のベンジャミン・ボイスは1928年に心臓促線症で死んだ。ボイスの父は息子が死ぬまでに家に到着しなかった。ボイスは息子の死をひどく悲しんだので自分の健康も害した。 ボイスの最後の仕事は、南太平洋遠征から、息子が送ってきた、親愛なる父へニューギニアからの手紙という手紙の集積を出版することだった。ボイスは1929年6月11日に、シカゴで、帰還支配炎のために死んだ。意外は成人してからの故郷であるオタワのオタワベニュー墓地に、6月13日に埋葬され、ウエストが長辞を読んだ。 オタワの家では、ボーイスカウトが、アメリカ国旗を持って、激しい雨風の中を2時間交代で、議場兵を務め、32人のボーイスカウトが名誉ある、棺を担ぐ者に選ばれた。アメリカボーイスカウトの役員は未亡人に電報を打って、アメリカ全国の民が、ボイスに、感謝の気持ちを持っていると伝えた。アメリカボーイスカウトに対するボイスの貢献を称える。 彫像が1941年6月21日に、ボイスの墓の側に置かれ、ウエストが除幕した。ボイスのアメリカボーイスカウトを設立した功績に対し、シルバーバッファロー賞が創設された1926年に、この賞を受賞した。ボイスは3番目の受賞者であり、1番画目は、ベーデン・パウェル、2番目はミシラヌ・スカウトだった。1960年、 アメリカボーイスカウト設立50周年でボイス記念の週末として1万5000人のボーイスカウトと何人かのボイスの子孫がオタワに集まった。イリノイ州知事、ウィリアム・スクラットンが基調講演を行い、ブリッジ通りがボイス記念ドライブと改名された。1985年、オタワにおける75周年巡礼に、 約2500人のスカウトが出席し、ボイスの子供で最後まで残っていたバージニアも出席した。シカゴのユニオンリーグはボイスを最初の殿堂 E メンバーに指名した。ボイスは1891年から死ぬ時までそこの会員だった。1997年12月6日、スカウト博物館がオタワで開館した。 アメリカボーイスカウトの WD ボイス委員会は、ボイスの栄誉を称えて名付けられた。ペンシルベニア州歴史標識が、ペンシルベニア州、モンロービルのアレゲーニー郡コミュニティカレッジのボイスキャンパスに置かれており、ボイスのスカウト運動に対する功績を記録している。その標識から遠くないところに、軍立公園である、ボイス公園があり、ボイスにちなんで名付けられた。 ホワイトハウスの近くには、ライトボランティアパスウェイの遠心部の一部として、ボイスの遠景浮き彫りがある。2005年、アメリカボーイスカウトは、ウィリアム D ・ボイス新組織賞を新設し、新しいボーイスカウト隊を組織した者に送ることになった。ボイスの2番目の妻との間にできた娘のバージニアは、3人の子供の親になった。そのうちの1人、 ウィリアム・ボイス・ミューラーは認知された、ホモセクシュアルだった。1990年代初め、2000年代にアメリカボーイ・スカウトのホモセクシュアルに関する姿勢を巻き込んだ論争を知らずに、ミューラーは1991年にカリフォルニア州の自宅から元スカウトのゲイグループ、忘れられたスカウトを設立した。ミューラーはアメリカボーイ・スカウトが、ゲイのスカウトについて、 現実的である必要があり、彼の祖父は私の性的思考のゆえにスカウトから私が排除されるのを見たいとは思わなかっただろうと述べた。ありがとうございます。